ゆなです。ねいらです。ピンクラテ D B 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日の企画は姫かちゃんにドッキリをします。イエーイ。ドッキリの内容はですね、お気に入りの携帯ケース紹介をするんですけど、その中でレイラちゃんが姫かとか何々じゃんみたいな感じで敬語を使わずにもう慣れ慣れしく接していただきます。はい、はい、私はサポート役に回ります。自信のほどはどうでしょうか？ないです。ないそうです。緊張します。頑張ってください。はい、頑張ります。早速やっていきましょう。せーの、どうぞ。ゆなです。ふめかです。ふめらです。ピンクラテ T B 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はお気に入りのスマホケース紹介です。イエーイ。みんないくつか持ってきたので、まずひめかから紹介したいと思います。それではどうぞ。なんか私はなんかスマホケースをすごく断捨離しちゃって、これしかないんですね。一つ目がサンキューマートの友達に誕生日プレゼントでもらったペットのスマホケースです。かわいい。ありがとう。ひめかちゃんはクマちゃんが好きですか？あー、好きだね。確かに好きかも。気づかなかった。ひめかはクマに似てるかも。マジ？うん、これ？うん、似てる。これは自分で買いました。で、今使ってるのが100均で買った透明のスマホケースで、ここには制服プリがあります。以上です。めっちゃ姫香のスマホケースかわいいって、ね、マジ？ありがとう。大人っぽくて、ついじゃレベちゃん、レベのスマホケースは秘密で、今使ってるスマホケースはこれです。これはサンキューマートで買いました。紫色がすごい好きなのでこの色にしました。2つ目がうさちゃんです。めっちゃモコモコしててかわいい。かわいい。お気に入りです。で、最後が私が一番好きなキャラクターのスマホケースです。ここにカードが入れられるのですごい便利でかわいいです。かわいい。モコモコがかわいかった。ありがとう。次、ゆなちゃん。ゆなが今現在使ってる普段使いはこのサンキューマートで買ったやつです。これはお姉ちゃんとお空です。で、2つ目が家に忘れちゃったんですけど、これです。映ってますかね？これを使ってます。黒がベースで、この中にピンクっていう文字が、濃いピンクが書いてあります。これはハイパークチュールで買いました。で、これも同じハイパークチュールで買ったやつなんですけど、これはめっちゃなんかかっこいい感じの、大人っぽい感じの洋服を着た時にこれを着てパーンって決めてます。これにね、必ず合わせるバッグなんだけど、それと一緒に使ってます。かわいい。みんなお互いにいいなと思ったこととか気になったものがあれば。とレイラちゃんはあのピンクのモコモコのやつがかわいいなと思いました。ありがとう。で、ゆなのは黒いそれです。自分ではそういうのは持たないけど、可愛いなってすごい思うので、なんかも黒いの欲しいなと思いました。じゃあ、レイラちゃん。レイラは、ゆめかのは、右から2番目のが可愛いなって思います。うん、私がいいと思ったのが、まず、レイラちゃんには紫のやつですね。レイラちゃん結構なんか薄紫のイメージ、可愛いなと思いました。ひめかちゃんのはもう断然この百均のこれですね。ちょうど見笑いました。みんなもいいと思ったスマホケースがあれば真似してくれると嬉しいです。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバイ。ドッキリだよね。グダグダだったね、結構ね。うん、でも全然分かんなかった。私はサポート役なの。レイラちゃんが姫かとか言って、なんか3人で動画撮ってるから2人からなんかやられてるかなと思ったけど、レイラちゃんにだけだから、これガチなやつなのかなと思って心境変化やらないから、本当にそうなのかなと思ってドッキリでした。紹介中にすごい毛出さってる、めっちゃ感じ悪い人みたいな感じになっちゃった。それもドッキリかと思った。あ、私がこんな風にして、そうそうそう、スマホを撮影中に触ってて、で、レイラちゃんは姫かのことを姫かって呼ぶっていうドッキリかなって思ってたけど、ちょっと解釈が違った。はい。
けど面白かった。れいなちゃんがさ、姫香って呼ぶときぎこちないのめっちゃ可愛かった。私がね、姫香って言ったらなんか、普段そう言ってるみたいな感じになりそう。確かに、でもゆなちゃんに呼ばれたらあんま違和感ないかも。いつもでも、姫香ちゃんって言ってますんです。ゆなかーって言わない。ギリ大成功、なんかプチ成功みたいな。プチ大成功、ハテナでした。ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。